はい、皆さんこんにちは。今回はですね、こちらの航空機紹介していこうと思います。ピラタス PC21 になります。こちらの航空機も発売されて数ヶ月が経つんですけど、かなりね、評価の高い航空機になります。購入いたしましたので、今日はね、特に飛行特性、これに注目して見ていこうかなと思います。まずね、この外観見ていただくと分かるんですけど、かなりね、綺麗に作られてます。このパネルであったり、この床下のこのタンクのあたりですね、そしてヒンジ、ピトン管なんかもね、かなりね、綺麗に作られていて、これちょっとね、テンションの上がる機体ですね。ちょっとコックピット見てみますと、正面にはハッドがついていて、その下にはメインのグラスコックピットが3枚で、スタンバイケーキが2つというような感じで、もう最新のね、戦闘機に近いレイアウトになってます。プロペラ機なのにこの装備はなかなかのもんですよね。で、しかもかなりね、全ての機能が使えると言ってもね、過言じゃないぐらい結構スイッチは作動します。ということで、こちらの航空機ね、かなり今のところ期待は高いんですけど、実際に操作してみて、その操作性っていうのをね、見ていこうかなと思います。では本日もよろしくお願いします。ではね、今から離陸していこうと思うんですけれど、本日のマニューバーとしては、離陸してすぐダウンウィンドに入って、こちらの16レフトにアプローチ、その後タッチアンドゴーして離陸直後加速した後にテイクアウトでのループ、そしてその後はテイクアウトでのハイマニューバーやっていこうかなと思いますので、ぜひゆっくりと見ていってください。では離陸していこうかなと思います。パーキングブレーキをリリースして、現在フラップは1つ下げた状態ですね。この状態で離陸滑走していきます。ではテイクオフ。まずね、スロットルを前方に倒していくと、右側にこう行こうとするね、このプロペラ機というの癖がね、現れていて、実際の攻撃に近いような操縦感覚を得ることができますね。現在90ノット。じゃあ、ノーズ開けていきましょう。ノーズアップ。エアボーン、ギアラップ。で、フラップ1つ上げます。フラップアップ。で、このままね、ダウンウィンドに入っていきます。パワーバック。ダウンウィンドは1000フィートダウンウィンドで入っていきます。で、まもなく1000フィート。ノーズダウン。で、ここからね、レベルダウンして、ダウンに入っていきます。パワーバー。ヘディングが338ですね。今、990フィート。速度が144ノットですね。アビームスレッショールドでギアを下げてフラップを下げます。こんな感じですね。フラップを1つ下げます。そして120ノットぐらいですかね。ここからね、ギアを下げますね。ギアダウン。このね、ノーズギアの動き、これかなりね、実機に似てるんですよね。で、フラップをプルダウンしていきます。ここからね、ベース2ファイナル。100ノット前後でね、飛行していきます。コークレートは大体こういった航空機は、まあ、ミリタリーの航空機、1500フィートパーミリッツぐらいで、コークレートを作りながら行くというような感じですね。で、滑走路が見えてきました。このまま16レフトにアプローチしていきます。ハットの表示がね、かなり美しいですね。そして精度が高いように感じられます。現在パピーが2レッド2ホワイト、このままね、サンドパスをキープしてアプローチしていきます。で、設置点にこのベロシティベクターを持っていって、現在95ノットですね。こういった速度をキープしながら行くとちょうどいいんじゃないかなと思います。で、設置前にスラストをアイドルにして、で、設置までピッチを変える。
最後にフレアして設置で、スロットルを半分上げて、でフラップを1つ上げて、フルスロットルで、フルパワーそこからリフトしていきます。でもうやらかくでフラップ上げます。でということでの加速ですね。ちょっと滑走もずれましたから、修正しつつ加速、滑走路エンドでループを開始するというようなプロシーダーでいきます。現在速度が183、200前後までね、あ、200来ましたね。ではループ開始。まあ、ループ中はね、外部支援するとかなりエルロンが入っちゃって難しいんですけど、ハットでね、現在の状況が分かると思うんですけど、大体こんな感じですね。1G、ちょっと G が弱いですけどね。まもなく頂点に達します。富士山がね、綺麗ですね。ここからストールするような感じで落ちていきましたけど、加速しつつ引き起こしていく。170でプラスアイドル、こういったね、テイクオートのループもね、全く問題なくね、いきますね。では急旋回アイドル、スピードブレーキアップ、スピードブレーキは腹の下に見えてますね。ギアダウン、フラッター、スピードブレーキ、リプラン、ラップルダウン、このまま3-4で降ります。ちょっとパス高いんでね、スピードブレーキを併用しながらアプローチしていくというような感じですね。ここでエネルギーマネジメントをしつつという感じになるんですけどね、ちょっと難しいかもしれませんけど、速度を見ながらスピードブレーキをクローズしてパスに乗ると。現在100ノットぐらいですかね。まあ、ちょうどいい感じで設置できると思います。では設置できると思います。ではスラストを開けてフラップを1つ上げると、でスロットルをフルに、フルフォワードにして全力で今加速していきます。ギアラップ、フラップアップ、でテイクオフのマニューバーしますね。テイクオート旋回もね、速度を維持しながら、現在 3G かかってるんですけど、170ノットを維持しながらね、旋回できてるということで、結構ね、パワーのある機体だな、という印象ですね。現在上昇しています。ここからね、3-4レフトに降りていこうかなと思います。急にね、ピッチを変えながらスピードブレーキを開いてギアを下げると。で、フラップも下げます。結構マイナス G かかったんで、実際ね、時期であればかなり気持ち悪い軌道ですけどね。147、フラップをフルダウンにしてアプローチ。旋回しつつ、速度を見ながらね、パワーコントロールをしていくというような感じですね。アプローチライト見えてきましたね。それをもう参考にしてファイナルにアライしていきます。3-4レフト、現在2レッド2ホワイト。パスにね、旋回しながらも開放してアプローチしていくという感じです。ちょっと低くなりましたけどね。ここから修正していきます。で、ベロシティベクターを設置点に置いて、最後はアイドルにしてフレア。かなりね、操縦しやすいですね。コックピット、ビューで見ていると、もう普通にこういったね、航空機を操縦しているような感覚でね、操縦することができますね。ギアラップ、ランパこのね、低高度でも操縦しやすくて、かなりね、練習にいいかなと思うんですよね。そして、ハットを併用すれば、実際にね、この航空機、乗ってる感覚になると思いますからね、ぜひ皆さんもね、この航空機、購入して、操縦してみてはいかがでしょうか。今回のね、この操縦特性、評価としては、ほぼ5に近い 4.7 もしくは8程度だとね、私も感じましたので、かなりいい機体じゃないかなと思います。ぜひね、皆さんもお試しください。本日はこの辺りで動画を終了します。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回の動画でもよろしくお願いします。